最近、何かと話題に上がるもが味方護衛艦、能代が、佐世保基地へ配備となり、その数は日本で増えています。それも驚異的な速さで。今回は、も、が味方護衛艦、能代にピックアップして、佐世保基地への配備などを詳しく見ていきますね。それにしても、通常時の運用人数は、なんと3人。では本題に入りますね。2023年2月現在、海上自衛隊における最新鋭の水上戦闘艦であり、かつ、艦首としても、同様な艦艇がも、が味方護衛艦であり、その中でも、最も直近に就役したのが、3番艦の、能代で、昨年2022年の12月5時だった。も、が、味方護衛艦そのものが、昨年2022年から、就役を始めた艦艇となっており、1番艦、も、が、みが、4月、2番艦、熊野、が3月という流れで、この両艦は、いずれも、神奈川県の横須賀を母港とする、掃海艇群に配備されている。その中で、最新の、能代ハモが、味方護衛艦としても初めて、他に先駆けて、長崎県の佐世保を母港とする、護衛艦隊へと配属されており、今後の新造艦の配備状況も、これに続く形となることが予想されている。も、が、味方護衛艦の建造を手掛けているのは、三菱重工業者の中崎造船所がメインであり、同艦の企画、提案を、競合のジャパンマリンユナイテッド社、及び、当時の三井 E&S 造船社から、勝ち得た同社が、その大半を担っている。三菱重工業者以外では、企画、提案において時点であった当時の三井 E&S 造船社が、一部もが、味方護衛艦の建造を行っているが、現在は、三菱重工マリタイムシステムズ社に改組されたため、結果的には、すべてが、三菱系造船企業に任されている状況だ。2022年12月に閣議決定された、いわゆる安保関連3文書の中の防衛力整備計画において、2027年度までに、老朽化の進んだ全6隻の阿武隈型護衛艦、艦首記号、DE の退役が確定したため、最上型護衛艦は、その後継を担う艦艇と位置づけられる。ただし、下が味方護衛艦は、この阿武隈型護衛艦の艦首記号である、沿海域用の護衛艦を示す DE ではなく、海上自衛隊の艦艇としても、全く新しい FFM という艦首記号が付与されており、単純な後継艦でないことを表している。も、が味方護衛艦に冠せられた FFM という艦首記号は、艦艇の大きさ、規模がフリゲート艦であることを示す FF と、多機能、マルチパーパスと、機雷、マインを意味する M を合成して名付けられたと、説明されている。フリゲート艦とは、近年は、もっと大型の駆逐艦と、もっと小型なコルベットとの、ちょうど中間に位置づけられる水上戦闘艦であり、海上自衛隊の艦艇としては、1972年以降、実に、久々に、その分類の艦艇が復活した状態でもある。も、が味方護衛艦は、基準排水量が3900トン、満載排水量が5500トン、全長が 133.0 メートル、全幅が 16.3 メートル、深さが 9.0 メートルというサイズ感であるが、この大きさに対機雷戦闘まで包括させた点が新しい。それまでの対機雷戦闘を担う艦艇としては、もっと小型で、小回りの菊層海艇が主力であったが、近年は、一定規模同士の国の海軍艦艇同士が、実際の戦闘に及ぶ可能性は低下してきているとみられ、海上自衛隊でも、掃海艇の数は、縮小傾向にあった。相互の海軍艦艇同士が、戦闘に発展する、可能性が低下していることには、変わりがないとはいえ、
日本に限ってみれば、年を追うごとに増強を続ける中国海軍の脅威は、以前増加傾向にあり、それらに向けた南西諸島の防衛が、喫緊の課題となっている。有事の際には、南西諸島の島嶼部に対して、中国海軍側の艦艇が、接近、上陸部隊の投射、海上封鎖等の手段に及ぶことも想定されるため、もが、身型護衛艦には、機雷の敷設と除去を担い得る機能を付与し、その阻止が求められた形である。この追機雷戦闘能力としてもが身型護衛艦は、専用の 999-11 ソーナーを実装し、無人水蒸気、USV によるその排除と、無人探索機、UUV である OZZ-5 による探知機能を有しており、機雷の除去を担い得る。また、逆に、機雷の敷設用には、艦隊に、簡易型の機雷の敷設装置を搭載しており、新設系、新開発の従来のものよりも小型で高性能な機雷を投射することも可能で、必要であれば、機雷による海上封鎖を敢行することも可能である。これは、中国海軍の艦艇が、南西諸島方面の島嶼部に接近することを妨害する一手段と考えられており、12式地対艦誘導弾の能力向上型等の巡航ミサイルの配備によって、敵艦を攻撃する要素と並行して有効となるのだろう。もが身型護衛艦は前述したように、水陸両用の作戦においても、それらを任務の範疇に収めているため、艦備には、小規模なゲートを完備しており、そこから小型ボート等の出入りが可能な構造として建造されている。そして、もが身型護衛艦の最大の特徴といえば、やはり筆頭に挙げられるのは、その近未来的で、かつ徹底的に抑揚を排したデザインであり、従来型の艦艇に多く見られた回転式のレーダーアンテナ等が全く見られない点だろう。ステルス性能を高めるため、RCS、レーダー反射弾面積を低く抑えることを目的としたもが身型護衛艦は、艦首部のアンカー関連の機器も、すべて船体内部に収容されており、また、甲板上の通路も、全く存在していない。そのためもが、身型護衛艦では、艦橋やその後方のマスト部分から、回転翼先の格納庫を含めた、すべての構造物を一体化し、艦の全幅と等しい形状となっており、まるで、その両舷は、鋭利な刃物で切り落としたかのような見た目である。また、運用上で、ハモが身型護衛艦には、3隻の艦艇に対し、4つの乗組員のチームを用意し、これら4つのチームが、交代で給油を得つつ、絶えず艦艇を稼働させるクルー制度を取り入れて、同じ隻数でも、戦力の向上を期としている。こうしたクルー制度の導入は、艦艇自体の実質的な稼働率の向上という点では、すでに艦艇数で中国海軍に対し劣勢に立たされている海上自衛隊の給与の一策と評価されているが、練り度においては多少の疑問の声も聞かれる。ただし、下が身型護衛艦は、そもそもの乗組人数の設定が、この規模の排水量の艦艇としては、わずかに90名と、他国の同規模のフリゲートと比較しても、極めて少数に抑えられており、消費と化という観点からは、非常に先進的である。また、このもが、身型護衛艦の90名という、乗組人数の設定も、仮に、有事の際に関し、艦自体が敵からの攻撃等で損傷を被った場合、艦の沈没を防止するためのダメージコントロールに十分な人員数かという部分では不安視する向きも多い。そうした点では疑問の声もなくはないもが身型護衛艦ではあるが、
前述したように、近年は敵の艦艇との戦闘そのものに至る可能性が低下しているとの見方もあり、情報収集や監視等の警戒任務を主とするとの割り切りも感じられる。も、上方護衛艦は、今年2023年からは、3月と12月に1隻ずつ、の年2隻のサイクルでの建造が予定されており、現時点では22隻収益が見込まれ、その建造費用も1隻あたり500億円弱と比較的に抑えた形で数を優先する方向のようだ。こうした建造費用の安価さもあってもが、身型護衛艦においては、兵装面も比較的に簡略化されており、62口径の5インチ単装砲1機、4連装の17式艦隊艦誘導弾2機、3連装の 324mm 魚雷発射艦2機等が主要装備となっている。17式艦隊艦誘導弾は、海上自衛隊においても、イージス護衛艦の最新鋭艦であるマヤ型2番艦のハグロと、このコノモが、身型護衛艦のみにしか搭載されていない新型兵装で、最大射程距離は、およそ 400km と目されている。またもが、身型護衛艦では、これらに加え、16セルの MK41、VLS、垂直発射艦の搭載の余地があるものの、これまでに収益した、の城などの艦艇では、予算と装備する内容に、検討を要するとして後付けとされ、護艦の攻撃力としては、決して大きくはない。いずれは、第一段階での射程距離がおよそ 900km とも言われる12式地対艦誘導弾の能力向上型の艦発使用や、アメリカから調達予定のトマホーク巡航ミサイルの装備の可能性もあるが、現時点では未知数である。